ユーロ決勝で敗北したケイン、無事無冠が確定。さあ。またケインの無冠確定してて草。これがケインの無冠力。ほんまにいつになったらタイトル取れるのか。ケイン特級呪物持ってんのかな。いつまでもタイトル取れなくてかわいそす。ケインの無冠力は笑える、笑えない、一周回って笑える、やっぱちょっとかわいそうを繰り返してる。毎回勝ってほしい方と逆のチームにいるとはいえベンチで涙目のケイン何度も見ると心がキュッとなる。ケインの呪縛というよりシンプルに活躍してなかったな。ケインはもう代表引退した方がいいと思うわ。ケイン最初のタイトルは一体何になるのか。申し訳ないけどここまで来たらケインは最後まで無冠であってほしい。ケイン、ジャパンの神社来た方がいいで。